ホストで働いてたってことなんですけど、ホストで具体的にどういう仕事をされてました？女の子にシャンパンを下ろしてもらってその対価を得るみたいな感じですね。あ、結構稼げるですね。自分もなんかそこまで有名じゃないんですけど、それでも稼げてたんで全然稼げると思います。業界としてどういう問題があると思いますか、ホスト業界って？色恋かけてお金を払ってもらってその売り上げを上げるとか感じなんで、結構女の子とは揉めたりとかそういう問題があるのは仕方ないと思いますね。なんかこの前見たのは、ニュースで見たのはなんかホストのことを好きになっちゃった女の子がなんかホスト殺すちゃかなんかあ、まあ結構あるですね。なんかまあ本当はただ払ってそのホストからしたら仕事なんで客なので、払ったら付き合ってくれるとかそういう勘違いしちゃってる女の子がそういう感じになっちゃう人が多いですね。あ、どうして逆に辞められました？結構女絡みで結構めんどくさくて、自分はそれちょっと向いてないなって感じて辞めた感じですね。